さあ次は毎週火曜日にお届けする暮らしと健康のコーナー、岩手元気丸。担当は江口キャスターです。こんばんは。今日のテーマは昼活ヨガで体美人です。昼の活動、昼活です。ヨガとランチがセットになった昼活ヨガを取材しました。冷え性の方におすすめのヨガも教えてもらいましたので、一緒にやってみましょう。盛岡市の桜山神社、神社にほど近い飲食店、つながる台所花です。月曜日から金曜日まで主にランチ営業をしているお店です。毎週木曜日の午前11時30分には飲食店の2階で昼活ヨガが行われます。なんか取れていきます。ヨガに通っているのは20代から60代までの男女およそ20人です。ポーズを取るとか、指導に当たるのはヨガインストラクターの三谷康子さんです。それをちょっと覚えていただいて。東京出身の三谷さんは中学生と高校生のお子さんを持つ2児の母で、夫の転勤で盛岡に。アジアで最も予約が取れないインドのヨガ指導者マスター・スダカーのヨガに感銘を受けてヨガを始め、2年前から盛岡で教室を開いています。痛みや不調のある方こそヨガはお役立てできると思います。体が硬いとかそういったことは一切心配ありません。未経験でも気軽に始められる昼活ヨガを体験してきました。もう一人お手を挙げて。江口さん、はい、はい、お悩みをどうぞ。私はもう年中肩こりです。はい、はい、泉さんどうですか。全身やばい。三谷さんの教室では参加者の健康状態を聞くところから始まります。で最後も取ります。一人一人の悩み解消につなげるためです。ヨガを行うと健やかな体と穏やかで充足した内面、快適な日常生活をもたらすといいます。もっともっと、ここでこれマックスですか。私は今回肩こりにおすすめのヨガを指導してもらいました。これマックスですね。マックス、両腕が耳より後ろに動かないほど硬い私の肩。これ以上いかない感じで。いや先生、なんかこちらはインストラクターの指導の上で行われるものなので、詳しくはお見せできませんが、およそ1分のヨガで両手をまっすぐ上げて、はい、どん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 後ろへ伸びていくようになります。はい、伸びていく伸びていく伸びていく。え、変わりましたか。全然違います。すごい。自分でも驚きの変化です。1分間のヨガで肩が柔らかくなりました。テレビの前の皆さんもヨガを一緒にやってみましょう。体調が優れないときは無理はせず、運動制限がある場合には主治医の指示に従ってください。それはですね、足先から頭のてっぺんまで全てに効能のある伝統的なヨガの練習法で、これをやっていくと体がね、一気に温まるので、これからの寒い季節にはおすすめです。足を腰幅に開いて、足先を外側に開きます。両手を胸の前でクロスし、耳たぶを持ちます。息を吸いながらゆっくりとお尻を下ろします。膝や腰が痛い方はここまで、膝がつま先よりも出ないように注意します。椅子に座るような感じで止めます。一回上がっていただいて、はい、痛みのない方はそのまま息を吸いながら一気にお尻を下ろします。最後までお尻を下ろして。あ、無理ですね。やっぱり無理ですね。はい、それでは、はい、途中まででも効果がありますので、はいはい、今度は息を吐きながらゆっくりと上がってきます。膝や腰が痛い方は椅子に腰掛けるように、柔らかい方は最後まで腰を下ろします。これを10回繰り返します。吸って下ろす、吐きながら9、ラストで吸って下ろす、
吐きながら10。はい、よく頑張りました。今10回やっただけで、うん、体がもうポカポカ温まってきました。ね、ちょっと汗が見えます。キラリと光る汗が。ちょっと本当に、なんかすごいですね、はいはい。続けていくと全身の循環が良くなります。また下半身が強化されるので、足腰が強くなります。はい、昼活ヨガは1時間半行われます。体調管理が楽にできるようになりましたね。誰でも楽しくできるかなって思います。心のゆとりが持てるようになったこと、心も体もお腹も満たされるお待たせしました。ヨガとセットのランチです。ヨガで体を動かした後のランチはメインに肉か魚を選べる品数豊富な定食、ミニデザートとコーヒー付きです。皆さんハードに動いて降りてこられますので、お腹がいっぱいになり、かつ野菜がいっぱい取れるようなメニューを心がけております。しみるっておっしゃって召し上がってますね。やっぱり体を動かした後はランチがより嬉しく感じられます。皆さんもこの秋気軽に昼活ヨガ始めてみてはいかがでしょうか。私もこっそりスタジオで一緒にやってたんですけど、1時間半って結構ハードですよね。あ、でも皆さん、うん、とても心地よい時間になっていますので、体もほぐれますし、あと心もリラックスして、うん、さらにはランチがご褒美で待っているので、うん、気軽に始められると思います。女性が多かったんですが、男性も多かった。男性もいらっしゃいました、はい。でこの昼活ヨガなんですけれども、毎週木曜日午前11時30分からです。ランチもセットになって税込み2000円となっています。ちなみに月に一度は朝活や夜活もあるということで、ヨガは予約が必要です。問い合わせは電話 090-2058-9620 までお願いします。昼活ヨガ、はい、昼活ヨガです。岩手元気丸でした。